はい、こんにちは、スプレーアートのめちゃんです。ということでね、今日はね、見て、せっかくね、こんなにね、アクリル絵の具を買ったから、今日第1弾目でこれを使っていろいろ描いていきたいと思います。1個は3色ぐらいの赤でグラデーション作ってみて、で、こっちは6色ぐらいのグラデーション作ってみて、やっぱり実際いっぱいあった方がいいのか、別にあんまなくていいんじゃねえみたいになるのか、ちょっとやってみたいと思います。 OK。 こっちではチタニウムホワイト、キナクリドンローズライト、ピロールレッド、こっちがチタニウムホワイト、ライトローズ、ペルシャンローズ、キナクリドンローズライト、パーマネントレッドパープル、ピエールレッド、まあ、これでいこう。これはね。で、こっちはこれとこれとこれ。そう、じゃあ最初やってみますか。で、これのこれで、で、ベロちゃんが今絵描いてるからスポンジでいきます。スポンジで、スポンジでね、どうなるか。スポンジでこのグラデーションが、3種類だとこんな感じ。 OK。 次、ライトローズ、ペルシャンローズ、キナクリドンローズライト、パーマネントレッドパープル、ちょっと、ピロールレッド。 OK。 さて、どうなるのか、いきますよ。お、ちょっと待って、めっちゃいいんじゃね、めっちゃいいじゃん。なにこれ、もうこれでいいよ。え、やばくね。思ったよりいいんじゃない、使った方が。はい。え、どっち。まあ、ちょっとじゃあこれはね、こんな感じ。こっちが6色使った、これで使った、で、こっちがこの3個のやつ。どうですか、皆さんはどっちが可愛いと思いましたか。いやー、もうダントツやっぱ境目が分かっちゃう。まあ多分ね、水とかちゃんと使ってやればいいんだけど、これ使ってないじゃん。そう、だから同じ方法でやってこんなに差が出ると、ちょっとびっくりした。思ったのと全然違った。ちょっといろいろこんな感じで実験していきたいと思います。楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価とコメントお願いします。アディオスアミゴス。